こんにちは。こんにちは。価値をつけてほしいんですよ。なるほど。で別に投げ銭とかじゃなくてもいいんですけど。世界人口の70億人はサザンオールスターズのモノマネができる。そう狙いたいねできるか。はい、まず楽しいですということでな。できるか。今回西成来てますよ。はい、近いな。ということで、おい、はい、おいということで、はい、ね、なんで来たかって言ったら、はい、以前もやったんですけど、めちゃくちゃ西成今店が盛り上がってきてる。そうですね。だからそこに突撃して、はい、で俺の歌を聴いてほしい。おお。でそれでな、それでな、こんなんやってるやつおらへんと思うねんけど、はい、歌を歌った後に僕の歌に価値をつけてもらって、わー来た。そしてその分だけ飲食代から値引きしてもらうという、ずうずうしい企画、ずうずうしい企画ですよ。これは誰もやってない。唯一ネドシンがやってました。カジタというところでお世話になりまして、はい、それ以外にもやりましたよ。いろんなスナックとか行って、ね、そうですね。で今回もそれをちょっとね伸びてた企画なんで、それではね、はい、ちょっと突撃したいと思います。はい、はい、それでは30万人ほないこけ。こんにちは。こんにちは。ネロシンっていう名前で YouTube やってまして、今いろんな西成のお店回ってるんですよ。でなんでかって言ったら、春っぽい歌。誰が好きですか、歌手は。小袋行きましょう。ハマりますわ。 OK、 じゃあ歌ってみます。小袋の桜聴いてください。ほな行こけ。どうも、改めまして小袋のちっちゃい方です。いや言うな、そんな。普段はこんな格好してます。ちゃうな。嬉しいですね、これね。実はね、でもね、ただね、マスター、そしてマスターって呼んでいいんですかね。マスター、裏企画がありまして、僕の今の歌に価値をつけてほしいんですよ。なるほど。で別に投げ銭とかじゃなくてもいいんですけど、僕の歌の分、なんかちょっとね、ここの焼き鳥、涼しい今日の昼の2時からちょっとご飯食べてないんでお腹空いてるんですよ。リアルやな。おにぎりとトルホルですわ。いいんですか。いいです。うわ、奇跡起きた。やった。いいっすね。いや、ここずっと気になってたんですよ。ありがとうございます。はい、ちょっとまた改めてね、ちょっと家族とか友達とか犬とか猫とか連れてきますわ。後半あかんやろ。金田さんがね、あの紹介してはったから最高ですよね。まさにね、まさに最高。リグ久しぶりにやりましたね。人のやつ。久しぶりに僕の持ちネタやりました。人のやつ。シロウさん。最後。あ、シロウさんのやつや。あれ。人のやつや。あかん。チャンネル登録してくれるんですか。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃあったかい。急遽ね、突然こうねつけた、駆けつけた。急遽こうね押し寄せた、乗り込んだわけですけどもね。僕のパンツは食い込んでますけどね。知らんがな。ありがとうございます。いいんですか、ほんまに鳥掘るって。今作ってくださってるんですか。いやめちゃくちゃ、ちょっと食レポ行こう。食レポ、あとできるまでどれぐらいあります。5分ぐらいください。あ、ほんならもう1曲歌いますね。なんかリクエストを、じゃあこの外に座ってある方のねリクエストも聞きましょうか。親方がファン。僕のことですか。え、ジョーブログ見てくれてるんですか。ありがとうございます。ちゃうな。レディゴー。ちゃう好きな歌詞。好きな歌詞います。ドライフラワー。あ、じゃあちょっとリクエストありがとうございます。ドライフラワー聴いてください。袋は嫌、きっと
の歌なんですよ、これ実はね。違う、だからね、印税がもうすごいことになってますわ。言わんできたない話やな。すごい印税がね、そう言ってる間にできたんじゃないですか、もしかしたら。できました。おー、なんとやね、歌を歌ったら投げ銭ならぬ投げ鳥、はい、そして投げおにぎり、はい、いただきました。ありがとうございます。ちょっとじゃあ食べますか。えぐい。うわ、やばー。いいんですか。お名前なんておっしゃいますか。エミネです。エミネ、はい、エミネ。そしてマスターからなんと、うわー嬉しいわ。これは、なんていう名前でしたっけ。これトリホルモン。トリホルモン太鼓いただきます。じゃあちょっとこうスタッフの分までいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっといただきましょう。食レポをちょっとやりたいと思います。はい。これはもうめちゃくちゃうまそうやな。見て。食べんでもわかるな。食べな、わからんやん。食べんどこ。食べてください。見るだけでしょ。絶対食べて。見るだけで。うわ、匂いもごっつええぞ。嗅ぐだけで。いや、早く食え。早く食ってくれ。もうこんなんいただきます。はい、じゃあ早速トリホルモン、トリコーさんのトリホルモンいただきます。うわ、これはやばい。ちょっと待って。いや、もうほんまにこれリアルにめちゃくちゃうますぎて、お酒も進むし絶対、でご飯も進む。炭ですもんね。じゃあこれ炭焼きのいい香りもしてるんで、ご飯もいただきますわ。あ、食べ方があるんですか。もうタリにツンツン。もっともっともっと。大丈夫ですか。鶏ツンツン男にならないですか、ね、鶏肉ツンツン男にならない。いただきます。うわ、めちゃくちゃうまい。待って、もううますぎて、もうニス塗って飾りたい。置物にすな。見ときたい、ずっと腹に入れてくれ。すいません、ほんまにうまいです。ありがとうございます。すいません、マスターいただいてます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいわ。こんな奇跡が起こるんか。すごいっすね。やっぱ音楽最高やな。可能性あるよな。このやっぱ人形の街にこうなってますね。例えばな、俺がめちゃくちゃもう全財産失ったとするやん、はい、まあホームレスの時代もあんねんけど、やとしてもギター一本でこうやって歌ったら、こんなにあったかい人が世界にはおるやん。それをみんなに知ってほしい。ほんまにこれを捨て散るだけでマジであの自殺志願者が減ると思う。今日最高いっすわ。じゃあええなって思ってくれたら、ほんまにチャンネル登録よろしくな。レッツゴー。最後ジョークログなんすよ。ちょっといただこうか。いただきますか。せっかくなんで、はい、はい、ということでな、これまた出てきた。ズリこれヤバすぎるやろ。ちょっとせめてもの俺でな、これちょっとパーリーと言ってはなんですけど、ステッカー、デモシーステッカーが ここやな。よかったらここやな。ここに貼らせていただきます。ほんまですか。ありがとうございます。これもぜひよかったら貼ります。ありますなんかお店のステッカーとか名刺とかないですか。もうないです。ちょっとエミネーをキーホルダーにしようかなと思ってるぐらいで。なりますね。クラパンみたいな。キーンでしたら縮こまるやつ。そうそうそう。エミネー、じゃあまた何かできたら教えてください。はい、広めますありがとうございます。あ、ほんまですか。嬉しいわ。嬉しいな。こちらこそですよ。ちょっとトリコーさん、皆さんぜひよろしくお願いします。めちゃくちゃうまいんで絶対来てくださいね。最高でした今日。本当にありがとうございます。続きちょっといただきます。30万人ほなえこけ。はい、ということで西成来ましたけど、はい、最高やったな。いやー最高でしたね、マジで、はい、いやもうこんな感じでな、あのいろんな店。おお、久しぶりやね。大丈夫でした。大好きです。あ、すいません、すいません。まあまあこれが本当のエンディングやね。あかんやん。ということでご視聴ありがとうございました。僕はまだまだ YouTube でね、こういう可能性を伝えていきたいし、これからもね、西成問わずいろんな、お店とかいろんな人を寄り添って、こう音楽を届けられるように頑張っていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。お願いします。ということで今日もありがとうございました。じゃあ、ほなー。